にゃんこも大好きロードスター、ちょっと勘弁してほしいんですけどね。今回はプラグコードを交換しました。オイル漏れで大変なことになっていたからです。お金がないのでヤフオクで中古を探したらちょうどいいのがありました。1980円です。ポイントを使ったら送料込みで1980円になりました。もちろんとんでもないものをつかまされないようにその辺はきちっと吟味しましたよ。一桁じゃけん、2キロじゃん。2キロ、うん、抵抗2キロ、ね、うん、2でな。やっぱり長いほど抵抗多いね。うん、な、普通4キロだと少ない、これ20だけどな。36号も34号も34号も、まあ、データがこんなもんで、いろいろするけど0.33 っていうことだよね、うん、これ一番長いやつは 0.41、うん、やっぱり長いほど抵抗多いよね、うん、1メートルあたり9キロだよな、これは一応、うん、多分な、これがほとんど自動車だったらな、R16 と書いてある、うん、今言ったように1メートルあたり16キロ、うんうんうん、で、スバルは3倍あんのは22キロ、ああ、そうなんだよ、うん、確かにもうエント3案件、うん、覚えられない場所ということで、純正を外して見てみ、見てみようか。案外優秀だと思う。あ、ほんま、あんだけ吹きよったら、うんうんうん、一番長い分で 6.9、 これを書いたら 4.0 から 6.9 やね。全然違うね、あのエンジンの吹きを違うね極端には変わりません。あ、そう、うん、男性の人がただピンピン吹くけどね、まずこう回してください、横に。で、回ったら抜けます。ほんまや。ほんまやな、坂本君。大したもんだね。俺は何遍嫌打ちしたかわからんね。これね、2番目に長いやつの純正。5.29。一桁変わって数で。うん、0.23。一番短い分です。3.36。これで劇的に変わるでしょうか。フィーリングは上がると思うよ。だから劇的には変わらへんと思うよ。フィーリングは上がると思う。アクセル踏み始めとか一番深くなった時に軽くなるとかね。うん、走りがしたら分からんし、すぐなるってしまうね。うんうんうん、ちょっと振動とかでも十分いけるように困るんだからね。パッツンパッツンだったら痛んでもでもこの隙間あるけいけると思う。これこうか、うん、こうやな、うん、劇的に変わったわけではないんですが、軽く踏むだけでグッと前に出る、そんな感じになりましたね。明らかに違いは分かります。ただ慣れたら分からなくなるんだろうなって思います。